丈夫？うん。うん。ごめん。どうしよう。手に全意識持っていかれる。小学校の頃何かあったの？私が力になるよ。こういうことしたかったのに。全部吹っ飛んだ。今のウサギ？え？クマじゃない？喉乾いたから屋台行っていい？あ、うん。いつも通りの木南くんだ。よかった。あ、手離れちゃった。小学校の頃のこと聞かない方がいい？手つないだことどう思った？好きです。私は木南くんと。本当に話したいことが話せてない。お待たせ、行こう。あ、うん、あ、確かに花火見ながら歩いてたら迷子になるよな。あ、ま、ま、迷子対策って解釈したの？ん？小学校の頃の木南？俺小6で塾一緒だっただけだけど、初めて会った時からあんな感じだったよ。黒山くんも小学校は別なんだ。小学校の頃の話したがらねえよなあいつ。俺もあまり知らねえんだよ。黒山くんも知らないなんて。ごめんな、全然役に立てなくて。でも応援してるから。何のことやら。そんな隠さなくても。何そのさりげない風ポーズ。木南くんにも隠したいことくらいあるよね。体育祭実行委員会からお知らせです。各クラス応援パネルを作るので、時間のある人は手伝ってほしいです。絵の具と折り紙使います。デザインは美術部のマリリン。応援パネルも順位がつくので優勝を狙います。デザイン案とか他クラスには秘密ね。わからないことがあれば私かさくらちゃんへ。さくらちゃん。お、聞きたかったんだけど。ここでクラスの役に立って。あれを完全になかったことにしたい。さくらちゃん、これどうすればいい？さくら氏、こっちも。マジ？作り方教えて。三田くん、もちって、をつけてよ。お餅だよ。三田くんにはクラスで浮いてる仲間だと思われたまま。他のやつと一緒とか嫌。徹底してるな。こういうの協力するの意外。実はクラスに馴染みたいんじゃ。もち、俺のことライヤって呼んで。あっ、それはちょっと近すぎ。なんでだよ、いいだろ。ライライ。ライライでいい？はあ、なんかバカっぽい。バカにはしてないけど、親しみやすい感じするでしょ。クラスの人たちにとっても。折り紙もっと持ってくる。